モンストパンドラ最強時代。2017年に実装された新春限定はパンドラでしたが、今まで実装されたルシファー、ガブリエルと同じく環境を破壊するほどの性能を持っていました。そんなパンドラ最強時代について話していこうと思います。パンドラといえば今までの新春限定とは違い、進化神かどちらも頭がおかしい性能をしており、初見で性能を見た人は驚いたと思います。進化の方は初めて超暗示重力が実装され、重力に触れると加速するって説明された時は何言ってんだこの人たちはって感じでした。友情のエナジーバースト6も当時当てづらかったエナジーバースト4の欠点を補い、 SS のパンドラボックスはしっかりと狙ったキャラにダメージを出してデバフもつけることができる文句なしの最強キャラ。しかし神化の方はさらにとんでもなく、攻撃型の追従型貫通弾は主友情と副友情で異なる属性を持ち、貫通キャラでパンドラを引っ張れば簡単に1ゲージを持っていく化け物っぷり。 SS の分身プラス号令はただでさえ強い号令 SS に分身と友情の追従型貫通弾が合わさり、最低のクエストでオーバーキル状態。2017年は正真正銘パンドラ引っ張りハンティングの年でした。